2018年、関西の極道と警察に乗っ取られた東洋一の歓楽街神室町。巨大な権力に立ち向かう男春日一番の新たな伝説が幕を開ける。龍が如くオンライン。久しぶりだな一番。おやさん、悪いな。なんで。龍が如くスタジオが送るドラマチック構想 RPG、 神室町を舞台にどん底の男春日一番が巻き起こす奇跡の物語。いただき、成り上がれ、そして未来を変えろ。龍が如くオンライン。